ハソンです、前回に引き続きまたアパートメント1406っていうサイレントヒル風みたいなゲームなんですけども、ちょっとバグフィーバーみたいな状態になってるのでちょっとやらないと気が済まないと。ここですね。ここ開けます。がっつり女の子のシーン見れたんですけど、私とりあえずこのね、こいつと将来的に戦うんですけど、こいつがもう、こっちゃーっているんですね。会いに行きたいと、そういうことですね。行くぞー。はいー、倒せんのかな。倒せないかな、こんだけ撃って倒せない。通常だったらもう倒せていい、あの弾丸を打ち込んでるんですけど、倒せないかな。バルタン星人なんか犬いるんですけど、この犬なんだ。犬いた、俺犬と共にあいつをボコってた今。あの犬なんだ今。あ、犬いるんだ。え、何、犬普通、あ、普通階段まで降りるとあいつ消えるんだ。え、なんか俺犬倒せんの。俺こっちからは撃てないよね。撃てないんだ。やっぱ一応倒せないようになってるけど、壁抜けを使ったことにより倒せない敵も倒せちゃうんだな。俺番犬じゃない今の。俺殺しちゃってるからか、戦わなくて済んだわ。本当はねこんな感じで。ね、襲ってくる、あれ襲ってきて、ちゃんと君だよね。そんな強くはないんだけど、お、悪魔のような犬を連れたドロルベックスっていうんじゃない。両親の呵責にさいなまれる者たちは容赦なく拷問する。焼きたまやまがなんとか悪魔のような犬を連れた。あの犬めちゃめちゃ弱かったけどね。ドロルベックスが無敵だったけど、ドロルベックスに全振りしすぎやもん、無敵要素。あ、でここか。でここもなんかちょっと壁に閉じ込められて敵に襲撃されるってシーンだな。一応やっとくか。あばよ、とっさん。さんできない。抜けなくなってきたのなんだろうね。抜けねえぞ、なんか。許さねえぞ、抜けねえ。あばよ、とっつぁん。
あ、こういう風に見えんのか。触れてみるか。触れたことにならない。わお。触れたことにならないらしい。さ、逆から触んなってことね。ちゃんと触れと、触るんだったら。あなたもガブリエル。僕もガブリエル。私はガブリエル。ここだな。抜きがいがあるぜ。抜けない。え？あ、2階に抜けてる俺。すげえ、抜けてるわ、抜けてるけど、上の階に行っちまってる。お、あなたもガブリエル。あれ？お、でも行ったんじゃない？あなたもガブリエルでしょ、これ。階段だと思わい、思います。よし。あれ？これあなたもガブリエルゾーンじゃない？これ。お、すげえ、めちゃめちゃでかい。ちなみにこれね、壁抜けショットできます。え、かわいそうに。ああ！多分あの黒いのが全部あの見えない壁なんですよ。あなたもガブリエルっていう風にちゃんとドアを開けた時に消える壁。ちなみに一番の下の階まで降りれたりしない？一気にゴールまで行けないかな。はっ。ちょっと待って、うまくいけばいけんじゃねえか。お、一気にこのボスのところまで来てしまった。どっから入ってきてんねんと。あれ？あれ、俺ボス倒したことなってるんやけど。ここで女の子が、やっぱここか。
すげえ雑に近づいたら雑なのバレちゃったよ。ランランラン。もう勝ったわ。優勝だこのゲーム。おいおい、お嬢ちゃんがそんな格好で座るもんじゃないぜ。めちゃめちゃ男らしい座り方だったわ。